んな夜、化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょう。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。大将首いただくぞ。始まりだ、行くぜ。調子に乗りすぎるなよ。お前の活躍楽しみにしているよ。一緒に頑張ろうね。くれているな。ありがとうよ。
のだな。出陣する。よっしゃ、帰って飯にしようぜ。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ、隊長やりゃいいんだろ。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか、一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい隊長、精一杯頑張りますんで。ガッツ、みんな黙って飲んでてつまんないよ。ねえ、騒ごうよ。騒ごうよ。ああ、騒がねえよ。また女に振られたのか。うるせえ。いつか貴族になりやがって、道歩いてるだけでマッパの女がコルカス様抱いてって寄ってくるんだ。それ怖くない？
隊長、どうです、俺が仕立てたシャツの具合は。上々だ。着てねえみたいに動きやすい。お前器用だな。いい仕立て屋になれるぜ。隊長にそう言ってもらえるとものすごく自信がつきますよ。やるっきゃねえよな。ねえ、聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。へえ、王様自らご出陣とは。ミッドランドもいよいよかね。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。先人任せられるな。ああ任せとけ。お前は牽制だけでいい。あとは本体がやる。分かってるって。黒執事徹槍重装騎兵団の猛威凄まじく、我が軍の被害甚大。このままではここ本陣も危険かと。おらんのか。ジューダーの黒い悪魔を倒す者は。ジャス、ミッドランド北方の首は黒執事徹槍重装騎兵団が通る。
徹夜に重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。邪魔だ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ、大暴れさせてもらうぞ。徹夜に重装騎兵団相手に一気がけだと。よかろう、踏みつぶしてくれるわ。うわ、飛んできやがる。隊列を乱すな。敵はたかが一気だぞ。待ってください。早く追いつかないとどやされちまThank you.
らしいとこお見せしやす。俺たちが戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。高野だ。白い鷹グリフィスが率いる傭兵だ。戦場の死神どもだ。このまま持たない。救援を。中道が撤退していきます。バカな、傭兵団一つで戦局が逆転するなど。鷹野団これほどと。すごかったね、カッツ。さすが鷹野団の切り込み隊長。さあ、祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな。俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹野団全体を危険にさらすことだってあり得るんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ。そうやって口先だけ、そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな。戦場を渡り歩いていたお前を鷹野団に入団させることをかけた果た試合。あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。
グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。フィスが騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、鷹の段の功績が認められたってことだな。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵家業とはおさらばだぜ。そうだ、これからは正規軍となる。今までのようなそやな行動は許されんぞ。平民を貴族にするとは、傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を任されたらしいぞ。キャスカもあいつのことが気に食わねえんだろ。やるってなら俺が手を貸すぜ。グリフィスが決めたことだ、我々がとやかく言うことじゃない。なんで透かしやがって。ガッツ筋がいいな。ナイフ投げるのだいぶ上達したんじゃないか。教えるやつがいいからな。だがやっぱ性に合わねえ、こういう小さいことは。らしいな。だけど一寸先は闇ってのがこの商売だろ。万一のために覚えて損はないって。それにしてもでっけえ町だよな。一体どんだけの人が住んでんだよ。ボートウィンダム、ミッドランドの王様のいる城塞都市だからね。城壁も見事なもんだよな。何重にも行き渡って、こりゃ他国に攻められても絶対落ちやしないぜ。